こんにちは、あちゃんです。はい、ということで今日はチコのお洋服購入品紹介、イエーイ。チコって知ってます？皆さん。はい、ということで今日は新宿のルミネストにあるチコで買ったお洋服3万8000円分ぐらいの商品を紹介していきたいなって思います。なんでチコのお洋服を紹介しようかなって思ったかっていうとですね、最近渋谷の109の1階のさ、入り口入ってすぐのところにもさ、チコってできて、結構着てる人多いなって思ったのね。これ紹介したらみんなの参考になるかなと思ってチコにしました。今回の購入品はチコのお洋服はなんかザ・モテ服だけど、結構今っぽいデザインが多いから、あやもよくチコでお洋服買うので、今回はチコのお洋服を紹介しようと思って紹介します。それではレッツラーひょい。もう早速、いや1着目着てるんですけど、こちらです。グレーのニットのトップスを買いました。これは肩がこうやって開いてるデザインになってて、あや多分肩が開いてる服好きなんだよね多分なんか肩が開いてる服見ると買いたくなっちゃうっていう。ここにね、なんか釘みたいのがなんかついてて、なんかこれもワンポイントで可愛いなって思ったし、でね、ここね、あやね、一昨日ぐらいにこのお洋服着た時にここに穴が開いてて、で、あやもう壊しちゃったと思ってまだ一回しか着てないのにもう穴開けちゃったって思ったら、両方にここ穴開いてて、こういう感じで親指通しますよっていうデザインになってて、こういうのもなんか今っぽい感じで可愛いなと思って買いました。こうちょっと露出がある服、冬でもちょっと露出がある服が好きだから、肩が出てる服に惹かれちゃうんですよ。だからもう可愛いみたいに買いました。でもう一着がアウターを買いました。こちらです。じゃーん、こういうアウターなんですけど、リバーシブルになってて、シャカシャカの方、普通の方、何もノーマルの方を表にすると中のキルティングがチラ見えさせられるよみたいな、キルティングチラ見えみたいな、めっちゃ可愛いと思って、これでちょっとさ開けてきたらさ、キルティングが見えるの可愛いみたいな。キルティングを表にして全面でキルティングできることもできるから、なんか飽きずに着れるなみたいな。あ、結構アウター飽きちゃうタイプなんですけど、また飽きずにこれ着れるやーみたいな、めっちゃ可愛いと思って。本当にこれもあったかくて、あったかいけど分厚すぎないから、なんだろう、体でかく見えない、ちょっと華奢に見えるっていう感じで、なんかデートとかにもいいんじゃないかなって思います。はい、あとは小物系を買いました。じゃん、バッグ。これはツイードの素材になっててめっちゃ可愛い。軽いし、中も結構いろいろ何でも入っちゃいそう。なんかモテって感じじゃない？これもモテるお姉さんみたいな感じではい。なんかいや結構柄のお洋服着ること少ないから、こういうバッグとかで柄入れたらめっちゃ可愛いなと思って、ツイードの素材バッグを買いました。めっちゃ可愛い。これもあとラスト、カチューシャ買いました。これめっちゃ可愛いよ。ほら、あ、いや、あんまりカチューシャとか持ってないってか、もうカチューシャはほぼつけることはないんだけど、なんか挑戦してみてお店でつけてみたら、え、めっちゃ可愛いやんと思って買ってみました。可愛くない？動画を撮る前に何買うか下見しててサイトで、そしたら、え、待って、めっちゃ可愛いっていう商品に出会って、それこちらなんですけど、これまだ売ってなくて予約商品だったの。だからで2月上旬に届くのってまだまだやんみたいな。だけど、いや、こんな肩開いてるの好きだし、なんかフリフリってしてるのも好きだし、でも買うと思って買っちゃいました。アイボリーを買いました。よかったらみんなもお揃いみたいな、よかったら皆さんもチコ見てみてください。絶対タイプの服あると思うので、綺麗めのお洋服もあるけど、ちょっとカジュアル寄りなお洋服も出てたりするから、結構マジでみんな見てみてください。ということで今回の購入品紹介は以上です。
あのちょっと雑談なんですけど、今日なんと12月24日メリークリスマスイブなんです。で、多分この動画が投稿されるのがクリスマスなんですよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は一日お家にいました。なんか今年、今までは家族、家に帰れば家族がいて一緒にチキンを食べたりしてたし、友達とクリスマスパーティーをしたりしてたんだけど、今年はみんなそれぞれの予定があり、なんかもう悲しすぎてめっちゃバット入ってる。だから今あとね、そういえばネイル変えたの。超雪降ってますよネイルです。じゃーん。なんか前回のネイルが多分綾の使い方が悪くてすぐ折れちゃったのね。3本くらい折れちゃって、多分綾が結構もうガッチガチになんかめちゃめちゃに爪を使っちゃったのね。だからちょっと変えないといけないなと思って青いネイルにしました。次はなんか雪が降ってるみたいで可愛い。ということで、皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。